こんにちは、沢です。今日は白菜煮るだけの簡単旨煮を作っていきたいと思います。材料は今回は白菜が1/4と豚肉とニンニクが1かけで、調味料は塩麹が大さじ2になります。今回私は豚こま肉を使って作ったんですけど、ちょっとなんかお肉が硬くなってしまったので、味はめちゃくちゃ美味しかったんですけど、豚バラ肉とかそっち系のそういうお肉を使った方がちょっと柔らかくて美味しいのかなと思いました。はい、じゃあ早速調理をしていきます。で、白菜は適当にぶつ切りみたいな感じにしてよく洗っておいてください。で、この鍋は、多分無水鍋みたいな感じだと思うんですけど、白菜自体は、煮たら結構水分が出るので、今回は水は使ってません。白菜を先に芯から敷いてから、その上に豚肉をのしてしばらく蒸していきます。で、大体こんな感じになると思います。結構煮たっていうか蒸した気がします。何分とかちょっと忘れたんですけど、こんな感じで白菜がクタクタになってくると思います。で、豚肉は、重なってるとこはしっかりほぐしてもらって、で、全体的に火が通るようにしていきます。はい、で、しっかりお肉に火が通ったら、味付けが塩麹が大さじ2になります。で、しっかり味をなじませたら完成になります。めちゃくちゃ簡単ですよね。ほとんど放置プレイなんで、放置して最後に塩麹ピッて入れるだけで完成になります。もう基本的に簡単なものしか作らないので、めっちゃ参考になるかと思います。はい、完成です。このなんか 花柄っぽい皿はニトリで買いました。どんな料理にも合うので気に入ってます。はい、今日は白菜を使ってめちゃめちゃ簡単に一品作ってみました。で、白菜は旬の野菜、今旬ではないので、多分冬に作るのが一番美味しいと思うんですけど、夏作っても塩麹使ってるのでめちゃくちゃ美味しいと思います。冬にもぜひ作ってみてください。で、基本的に時短命、スピード、一緒か。時短命、楽チン命みたいな感じのものしか作らないので、本当このレシピ参考にしてみてください。私の YouTube をぜひ参考にしてみてください。で、本当に簡単で美味しくできるので、皆さんぜひこの一品作ってみてください。